吉ッ金は古墳時代、アスカ時代の豪族。名は金子とも記す。朝鮮半島の主として、白ラとの外交交渉を担当している。水古天皇5年11月に、白ラに派遣された吉ッ和金と同一人物とする説もあるが、ここでは別人として扱う。日本初期末期第20によると、微脱天皇4年4月に、 白木に派遣されている。この時、同時に、南馬バキもクレン氏がミマナに、キッシ役後彦がくだらに派遣されている。これにより、6月、白木も使いを使わし、長を更新し、同時に、元ミマナの領域にあった4つの優の長を更新した、という。初期末期、第21によると、須春天皇4年8月、天皇は軍神に御事のりを出した。 神未マナを建むと思う。今日当官に、軍神たちは、未魔のの三宅を復興すべきであります。皆、陛下の御子と乗りなさったところと思いは同じですと答えた。これにより、ノりオまろ、コセサル、オオトモゲツ、カツラギカラスならが大将軍として任じられ、各士族の親や村寺を、副将、隊長とし、二万余りの軍が、菊子国に出兵した。 この時に金は白木に派遣され、上述の木蓮氏は美馬奈へ赴き、美馬奈のことを白木に尋ねさせた、という。その後、初期巻、第22によると、水古天皇8年2月に白木と美馬奈が交戦し、大和政権は美馬奈に援軍を送り、白木を撃っている。この時に、金と共に派遣された木蓮氏が再び美馬奈へ行き、事情を調査している。 以上が朝鮮半島に関連する喫資金の関与した事跡である。その後の彼の行動については記録されていないので不明である。ありがとうございます。